リリムってサブアカンの？あー、インターネット得意だね。めっちゃ自己啓発本みてえなツイートばっかしてる。ポエマーだね。ポエポエってポエムってこと。あーポエー。うわ、リリムさんじゃないですか。じゃあちょっとサブアカのツイートをここで一つまみと。仲良くしたいなって思っても、自分よりもっと仲良しがいて勘違いするだけ無駄だなって思って引いてしまう。あと仲良くなり方わかんないし、自分の距離感って遠いから近い人いたらあーってなるし、自分のことになるとめちゃくちゃ後ろめたくなっちゃうし、なんか落ち込むしへこむし辛いし、なにこれ、やむ。あっ、きくー、きちち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 こー。罰としてですね、あ、なんか恨みでもあるの。水牛さんありがとう。いや、恨みはないんだけど。いや、恨みはないよ、全然。全然恨みはないんだけど、なんかこの髪型も似合うんじゃないかなと思って。うん。ちょっと今日、なんかこういう気分なんだよな、イム。イムなんかこんな気分。別に何もないんだけど、何も恨みを持ってるとかそんなんないんだけど、サブアカ見てもらったら、何かわかる、わからない人はサブアカ見て、イムのね、サブアカ見てもらったらわかる。かもしれないけど、何の恨みもなくて、これにしとこうかな、今日は。そういう気分なんだよね。みんなに服あげるか。あ、いいじゃん、いいじゃん。モアイのタがいいよ、モアイのタが。かわいい、かわいい。あ、いいじゃん。似合ってる、似合ってる。あ、ちょっと待って、なんか帽子かぶって。なんか帽子かぶってる。なんで、ちょっとどういうこと。今まで帽子かぶってなかったよね。帽子かぶってるんだけど、どういうこと。やっぱりさ、これがいい。なんか、あ、これがいい。待って、どれがいいんだろう。かわいい。どれもかわいい。どうしよう。イムと同じにしちゃおっかな。これにしよう。かわいい。これどうやって消えるの？これ。これ消えるかな？でも出ちゃう。どうしても出ちゃう。これでいいんじゃない？かわいい。